スクリプトワークスペースススススススククククリリププトトワワークスペーーーペペが使いいやすす。く改善されてまは大きく3つのパネルで構成されています。左側にはスクリプトパネルがあり、このカスタムアップ内のスクリプトの一覧が表示されます。右側のステップパネルには使用できるスクリプトの一覧があり、カテゴリーに分類されています。 また、上部のアイコンをクリックし、プラットフォームを選択して、サポートするスクリプトステップのみをアクティブにすることができます。よく使用するスクリプトステップは、お気に入りに追加をクリックして、お気に入りに登録することができます。右上のボタンを使って、左右のパネルの表示と非表示を切り替えることができます。中央に大きく、 スクリプト編集パネルがあります。スクリプトの作成や編集はとても効率的になりました。プラスのボタンをクリックして新規スクリプトを作成し名前を入力します。ステップパネルで検索して追加することもできますし直接スクリプト編集パネル内でスクリプトステップを入力することもできます。 名前のの一一部を入力すするると、このように一致するスクリプトステップの一覧が表示されます。ススクリププトステップにハイライトすると下部に簡単な説明が表示されます部分一致でスクリプトステップを検索できるためレコードで始まるスクリプトステップのほかにも一部にレコードを含むものもあります検索エンジンの検索フィールドのようにスペースを空け さらにキーワードを入力してスクリプトステップを絞り込むことができます。確定するとスクリプトステップが入力されます。右端に表示されたギアのアイコンをクリックするとオプションが開き必要な設定を行うことができます。IF のような制御ステップを挿入すると右端に FX のアイコンが表示されます。 こちらをクリックすると、計算式の指定が表示され、計算式の入力をスムーズに進めることができます。このように、新しいファイルメーカーのスクリプトワークスペースは、テキストエディタのような編集性で、効率よくスクリプトを作成できます。